ナンパされてる。目標としてはまず山岡屋のラーメンを食べること。あ、そうですか。ああ、見えた気がする。普通に買ったらよくない？買いもりパンも頼みました。ダイスとパン、絶望的なの。残り335キロです。明日のディズニーチケットが取られへんねん。皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。今回の企画発表しちゃってもいいですか？お願いします。24時間で国道1号線走破の旅です。拍手。大好きな国道シリーズですよ。本来でも24時間でも結構ゆとりのある設計なんじゃないかなと、うん、私はそれ前回の8号線全然ゆとりなかったんけど、一応調べました。今回もリサーチしました、うん、1号線とは、1号線とは東京大阪間を結ぶ国道です、うん、はい、はい、で日本で2番目に長い国道になります。マジか。いや、大阪から東京はまあまあ遠いで、遠いプラス渋滞プラス、うわ、もう最悪やん。めちゃくちゃ楽しみなん。静岡でハンバーグ食べるぐらいやねんけど、爽やかに。 そしてですね、現在地が大阪梅田の近くですね、うん、梅田の近くからスタートするんですけど、はい、その交差点から国道1号線がスタートみたいなので、うん、そこまで行ってスタートという感じです、うん、どういうルートになるんですか？じゃあ大阪、大阪、京都、京都、滋賀、滋賀、滋賀通ります。こう行った方が近いやろ絶対。そうやね、こう行った方が近いと思うやん。滋賀行かなかんの？滋賀行かなかんね。京都まで行かなかんから、まずやばすぎ。めっちゃ遠道やん。京都と滋賀を通って三重を挟んで愛知。三重も通んの？三重も挟みます。え、こう下がんの？じゃあ、わざわざ下がります。見て、ピミンって。その次愛知行って、静岡行って、うん、神奈川に行って、うん、東京という感じです。え、絶対無理やん。走り切りましょう。どんなドラマが待っているのか、今回の楽しみなところなんですけど、ゴールした暁には、はい、暁には、暁にはそれはもちろんただで走れとは言ってない。なるほど、うん、東京ディズニーランドもしくは東京ディズニーシー、どっちかワンデーパスをプレゼントします。そして東京ディズニーランドホテル、ディズニーランド提携ホテルに泊まれます。ディズニーシーが待ってるんですね。行きたい方がいいでしょ。もしくはランダ、分かった、それは当日決めるわ、うん、着いてから。まだチケットも買ってないから。多分今日一泊することになるとは思います、うんうん、今日一泊して明日また、そこからスタートということで、うん、行けそうかな。行くでしょ、行くでしょ。ここですね、梅田新道っていう交差点から1号線スタートです。なるほど、こんなとこから。そう、正確に言うともう信号1個分だけ向こうなんやけど、うん、まあここからで、はい、曲がります。はい、はい、これ1号線の渋滞です。やばー、もう嫌やねんけど。絶対渋滞してるよな。絶対渋滞してる。しかもこれ今大阪の梅田から出発したんですけど、うん、ここからまたさらに渋滞スポットの京都を通らないといけないっていう辛さ。これ渋滞をいかにどう楽しく過ごすかやで。そうやね、うのしようや。いやいや、負けるやん絶対、運転してる人。16時20分です今、うん、ここからちょうど24時間後に、うん、どこにいるのか、どこにいるのかじゃない、1号線を走破するっていう。え、それ寝る時間は？寝る時間も含む。絶対無理やん。じゃあ明日の4時ってことやろ。明日の4時20分までに走破しようっていう。いや、多分これ行くんやったら、うん、夜中攻めた方がいいよな。確かに空いてるから。先思いやられるな。今スタートしてから1分です。もう帰りたいもん。16時30分京橋通過。16時35分、うん、蒲生4交差点を左に曲がります。まっすぐじゃないんよ。まっすぐじゃないみたいな。ここも曲がるの。ちなみにここまっすぐ行ったら8らしいです、うん、8号線8号線なんか1号線とか7号線やからって言ってま、うん、っすぐじゃないんや。そうやね、こうやって曲がったりするんやな。こうやって曲がったりする。あ、1って書いてますね、国道1って書いてますね。ここをしばらくまっすぐ、
やん、こういう串カツとかの店が出てきたりとかするのがな、大阪っぽいよな、うん、これが変わっていくやろ、どんどん抹茶とかに、抹茶の、そう、抹茶に変わっていくなやろということで、大日交差点を左に曲がりました。え、今見よう、危なかったやん、めっちゃ危なかった。え、ちゃんと1号線見とかな、のほら、ここ左折って書いてない、1号線、あ、ここ左折です、1号線ここ左折です。え、むずっ、なんなんこれ、え、なんでここ左折するの、え、知らん、だってそれって書いてなかった今、書いてた、おお、恐ろしい、恐ろしい、1号線むずっ、全然まっすぐちゃうやんあ、で、ここを右折です。なるほどね、あ、こういうこと、一点出てる、やっば、あ、で、こうなんや、なるほど、うーん、ちょっと大道路から外れたかな、外れたか、高速みたいな道になったな、なるほどね、1号線ですよ、なるほど、再び、わ、なんか1号線っぽいなこれ、うん、合流、合流、京都まで37キロです、お、ただいまちょっとコンビニで飲み物とかお菓子とかを買って、今後の長期戦に向けて準備をしてきました。そしてちょっと小腹が空いたということなので、じゃーん、大好きなピザマを食べたいと思います。ピザ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 マ、じゃあいただきます。最近はタバコを吸ってるっていうことで、やばい、ナンパされてる体調はナンパされてたで隊長はタバコを吸ってるのでね、しばらく待ちたいと思います、はあ、なんかナンパされてたん？いや、ライター持ってないですかって全然ナンパじゃなかったライター目当てやっためっちゃ残念やん、うん、すげえ、タバコ同士でやっぱナンパあるんやと思って、うん、あの、相席していいですかって言われたんかなと思ってライターやったん、ライターやったん、俺もまだまだやな、うん、あ、ないですって言ったら、うん、もうスタスタと去っていったこっち、右側2車線が国道1号線に続く道です。京都八幡って書いてあった今。ちなみにただいまの時刻17時20分です。出発して1時間ぐらい経ったんじゃない、ちょうど、あ、そうや、まだ京都着いてない、全然大阪やん、いや、けどもう京都ちゃう、お札チップが止まらん、サクサク言ってるじゃあずっと食べてるやん、うん、菓子うま、すぐなくなるやん、なんか最近あんまりスナック菓子買わへんくなったからさ、家でな、普通に、うん、なんかこうやって出かけるときしか食べへんくなったやん、うん、めっちゃ美味しい一回食べたら止まらんよな、止まらん、一時めっちゃ家にストックするぐらい買ってたりとかしてたけどさ、パイの実とか、うん、あれやめてから一切食べへんくなったけど、うん、食べ始めたらもう無理や、今爆発してるな、うん、まあ出発してから1時間ちょっと経つんですけど、はい、まあ、そこまでなんか車が全く動かない渋滞みたいなのは今のところはないな、ないな、まだ、うん、ズルズル系やな、うん、まあ、止まることはないからペース的にはいいんじゃないでしょうか。ただ立ち寄るスポットもなければ、いや、マジドン・キホーテとかしかないもんそうね、かっぱ寿司、ドン・キホーテ、コンビニしか行くところがないっていうのがちょっと辛いところ、ね、え、ゲームセンターとか行きたい、ゲームセンターとかあったらいいのか、うん、じゃあ今のところ目標としてはまず山岡屋のラーメンを食べること、うん、あ、そうですね、山岡屋のラーメン食べたいな、うん、ゲームセンターがあったら夜っていう、うん、この2個はクリアしたいところやな、そうやな、で、とりあえず京都目指すというそうねことですね。山岡屋がどこにあるかわからへんねんな、うん、山岡屋な、うん、なんかみんな美味しいって言うやん、そう、ただ一回も行ったことなくて、水もないねん、大阪にないねんな、まず、あ、そうや、多分そうやな、そもそも結構各県にはあるみたいやねんけど、大阪にはないねんな。17時45分、はい、京都府入りました。やっと京都
18時10分。はい。だいぶ京都っぽくなってきたんじゃないでしょうか。うん。ここの交差点をですね、右に曲がると1号線です。あ、ここで曲がるんや。そう。京阪国道口っていう交差点でした。これ曲がると。おお、京都っぽい。一気に。一気に京都っぽくなったな。すごい。あ、楽しいな。なあ。うん。暑いでに今の時期とかなんやったら紅葉とかじゃない？確かに。あ、紅葉行きたい。ライトアップされてるんじゃない？紅葉見に行こうよ。で、これも曲がんの？これは左に曲がりますね。え、こんなん見落としちゃう。はい。九条油工事交差点を。あ、左折します。左折します。吹いたら？え？あれちゃう京都タワー。見えねえ。京都タワー全然見えねえやねんけど。きっとあれ来ない？右側やんな。右側やな。見えてる？見えてないな。見えてないよね。イオンしか見えてないもん。なんで東京行くのにわざわざ一回京都行かなかな。確かに。なんでこういうルートにしたんやろ。No. これ誰が考えるん？国交省？誰が考えるの？国土交通省じゃん。ぽいな。国土交通省っぽいわ。すげえ。リズ今日頭が冴えすぎてるな。うん、やばい。ディズニーパワーや。それしかないな。うん、あ、一号線ね。あ、こっち右行ったら京都行き。オッケー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 。じゃあ右見とくわ。うん、けどまっすぐなんやな。けどまっすぐ。オッケー。ここね。ここね。見える？見える？全然見える。はい、終わったー。京都駅通過。ただいまの時刻か。ただいまの時刻18時16分です。遠い。ここに丸の位置が。これね。はい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 。向かっていきますよ。はい。あそこに看板見えてるんですけど、ちょっと遠いんですけど、右行ったら1号線で大津です。大津見えてきた。じゃあ大津行って三重ってこと？大津行って三重。え、けどなんかゴール見えてきた。早っ。どこまで見据えてるん？いや、分からんけど今日浜松らへんまで行っときたいねんけどな。そうよな。できれば。お、左行ったら9号線やで。え、9号線のマーク出てる。お、ほんまや。うわ、これすごい奇跡ちゃん。1号線と9号線、過去と未来や。運命のターニングポイントや。それでこっちに行ったら過去に行く、こっちに行ったら未来に行く。なるほど。なんか意味深いこの道。うわ、このなんか一筋の光みたいな光ってるの見える？見える。うわ、もう見えへんくなっちゃったけど、これ清水やで。待って、めっちゃ混むんちゃん、こっからみんなライトアップ行くから、もしかしたら。あ、そういうことか。うん、分からんけど。方面ここね。ほら、あっちのライトアップの方がすごいやん。それよりこの光。あ、汚ね。最近洗車したやん。そんな兄さん、清水をお金払って。あ、見えた、清水。四日市が見えてきたね。四日市が見えてきたね。あー、なるほどなるほどなるほど。この赤いレーンって書いてあるな。赤いレーンを進んでいったら、うん、四日市方面に行けるよ。あ、だからか、四日市って三重県やんな。三重県やな。あー、じゃあ草津なん、ここも。もうちょっとで滋賀なんかが。もうちょっとで滋賀やな。あ、で、こっから四日市なんや。こっから四日市に向けて進んでいくよって。けど過ぎたんちゃう？ちょっとここまで来たらもう過ぎたな。なあ、うん、さすがに。さすがに。かっくんの体力は大丈夫？まだ。鼻血が出ました。鼻血、事件すぎやん。喧嘩あったんかなって思われるやん、そんな。ちょっと言い間違ったら伊豆がグッパンして鼻血出したみたいな。やそれはやばすぎる。やばいな、不調やな。走破したら力尽きると思う。あかんやん、俺まで消えてしまう。頑張りたいと思います。はい、現場からは以上です。二手に分かれてる方を道成方面へ、うん、四日市草津方面ね。はい。わー、じゃあまだなんか草津。あ、けどもうちょっとで大津か。もうちょっとで大津。草津ちゃうな、大津やな。あれ、なんか高速で行くより早く感じんねんけど。
嘘やろ、まあ、高速でやったら、うん、今頃名古屋ぐらい行ってるで、ほんまに、うん、左手大津駅通過、はい、18時43分です。失礼します。ん、左です。位置左ですか？左ってなんか上に登ってる気すんねんけど、合ってるん？でも看板の通りに来てます。やば、なんかどこ走ってるか全く分からへん。分からへん、うん、とりあえず進まへん、あの全然距離が縮まへん。いや、そんな寄り道してないんやけどな。なあ、うん、何やったらノンストップで、ほぼそうよな、うん、おぉ、どうした？大丈夫ですか？今フーが聞こえました。今フーって無意識で言ってたわ、うん、ということで、はい、ただいまの時刻が20時13分ということでですね、はい、三重県入りました。三重県入りました。鈴鹿市かな。ちょ、今鈴鹿峠っていうらしい、この山道。なるほど、結構な山道やなこれ。しかもちょっと小雨がね降ってきて、そうなんですよ、だいぶ視界が悪くなってきたんですけど、車はもう全然いないですね。いないですね。お、標識に名古屋が、名古屋見えてきました。ゴールはもう近い。名古屋まで行ったらもうゴールみたいな。名古屋まで行ったらもう終盤よ。終盤も終盤よ。もう名古屋も始まりに過ぎないのではないでしょうか。そんなことない。もしかして名古屋がスタート地点みたいな。もう名古屋からスタートじゃないでしょう。まだいずれはスタート地点にも立てない。準備運動中です。やば、めっちゃ過酷やったね。じゃあここまで来るのなかなか遠いな。ほんまに、でマジで何もないねんな。もう真っ暗なんですけどね、見ての通り。こんな峠道があったんや。ほんまやな、初めて来るな。初めて通った。うん、こうやって行けるんやな。え、山岡屋や。山岡屋や。めっちゃ空いてる。やった、乗って初めてやねんけど。ほんまにこれ、これや、いわゆるよく見るやつ、初山岡屋や。うわ、行っちゃいます。兄さん、行っちゃいましょうか。食べちゃいます。食べちゃいます。おお、ただいまの時刻が20時42分ということで、ここに来て夜ご飯を食べたいと思います。はい、プレミアム醤油豚骨ラーメン、うん、そして特製味噌ラーメン。めちゃおいしそうや。びっくりする。どない？いただきます。うん、味噌、そう、バター入れたらもっと美味しいで、多分。うんうんうん。山岡屋食べました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかった、めっちゃ念願やわ。念願やったな。 TikTok でな、うん、おじいちゃんがな、うん、いつも山岡屋美味しそうに食べててやんかで、それを見るたび食べたかってん、ずっと。てかほんまたまたま出てきたな、1号線で。よかった。わ、東京着いたら東京バナナ食べたい。すごいな、すごいメンタルや。この状況で東京バナナを口にできるとは。ただいまの時刻が21時27分、うん、山岡屋を食べてですね、そんなには経ってないんですけど、はい、買取王国的なものが、はい、今すぐ買いますって書いてある。出てきたらちょっと売るもんない、今今すぐ銭にできるもん。 iPhone12。 いや、それはあかんやろ寄り道ですか。寄り道しましょうか。寄り道、寄り道、寄り道くん、やっとこういうの出てきたな。No. じゃあこういうのってさ、田舎のこういうのってほんまに面白いよな。面白い、いろんなもん売ってるから。そう、ほんまにお宝があんねん。たまに、たまに。さあ、泉さんの財布が緩むで。じゃあ、ここだ。あ、外れた。え、何それ。カルパス30円ガチャ普通に買ったらよくない？開けて。3個入ってる。
じゃあ30円やん。じゃあ損もしてないやん。おお、そうやな、損もしてない。ということで、こちらの買い取りで泉さんクレーンゲームをしました。うん、100円でゲットした。200円でゲットした。今日の収穫、はい、いやこれ400円とかするやろ。結構高い。200円で取れたらいいんじゃない。コロコロ入ってる、いろいろ。もや、卵が食べてみたくてな、買ってみてん。なるほど。いただきます。うまいわ。うまい。購入。何味なの。オレンジ。あ、オレンジ。うん、ハリボーくんも美味しいよな。美味しいよな。ということで、はい、ここからは運転を変わりたいと思います。お願いします。よし。ということで、ただいまの時刻が21時57分。出発出発。1号線。いや、今回のこの買い取りもなかなかいい買い物できたんじゃない。なかなかいい買い物してきました。1号線の旅に何か1本 DVD を買おうということで出てたもんな。こちら木更津キャッツアイ日本シリーズ、うん、780円。よっす。で、カークが好きなやつや。そう、たまたま見つけたので買っちゃいました。うん、それも見たことある。ある。何回も見た。何回も見た。覚えてる。いや、でも意外と覚えてないかもしれん。あ、そうなんや。うん、じゃあいいやん。泉さんが買ったやつ。泉さんが買った駄菓子がね、もういっぱいあるんですけど紹介するまでもない。紹介するのがめんどくさいんで、一個だけ紹介したいと思います。はい。納豆味のうまい棒です。納豆味のうまい棒、マジで売ってないね、どこにも。そうなんや。そう、ひたすら1号線を進んでるんですけど、やっと看板にこちら名古屋という文字が見えてきましたね。名古屋36キロやって近いわ。近いわ。まだ奇跡的に伊豆のポテンシデンタルはまだ上がってる、うん、ディズニーによって保たれてるんですけど、うん、ただいまの時刻は22時36分。前方の看板には静岡の文字が見えてまいりました。197キロです。愛知入った。愛知入ったよ。名古屋まで25キロ。今のプラン考えないと。今の候補としては名古屋を越えて、ちょっと行った三河安城っていうところで宿泊をするか、うん、もしくは浜松まで行って宿泊をするか、うん、大体この2パターンに絞られてます。今から浜松まで行ったとしたら1時2分に到着する予定です。やば、絶望感じてる今。絶望感じてるやろ。仮にこの三河安城まで行った場合は12時ちょうどぐらいです。うん、あー何分経過したんやろ出発してから。うん、数える方がいいね。だって全然進んでないもんな。一応これで、うん、名古屋は通過したんじゃないでしょうか。ついでにホテルまではあと何分ぐらいなんでしょう。あと40分ぐらいじゃないでしょうか。遠まだまだやん。まだまだ。9号線より距離長いのに9号線より時間短くした人が悪いよな。誰とは言わんけど、うん、考えたやつそれもいろいろ踏まえてのこの9号線旅やから。9号線じゃないで、1号線やで、ね、ここから1号線はこうグリッと曲がるみたいです。右に山岡屋行けただけでもう十分やわ。伊豆、そうな、今日の見どころ山岡屋もう今日は十分果たしたよ。明日の自分に繋ぐわ。そうやな、引き継がなかな明日に。明日に、うん、今これまっすぐ走ってるのが1号線なんですけど、本日は三河安城で止まるのでここを右に曲がらせていただきます。うん、失礼します。800m の道なりです。ちょっと外れるんですね。ちょっと外れます。うん、本日泊まるのは道民院です。え、そうなん。そうです。道民院なの。道民院やで。へー、久しぶりやな。帰ってきたよ、道民院。どう、駐車場はない。お疲れー。お疲れー。道民院、道民院、道民院。ただいまの時刻が0時ちょうど。うわ、マジでちょうどや。ドミニー到着です。8階。一番上じゃないですか。頑張れ。あ、けど切れそう。期待を胸にホテルに入ります。綺麗になってくれ。あ、全然問題ないです。はい、こちら合格です。合格しました、ありがとうございます。各自お風呂入るか、ちょっと寝る準備をしていきたいと思います。
ぱい聞けて、いっぱい喋れる。いっぱい聞けて、いっぱい喋れる。わあ。ただいま9時ちょうど。はい。おはようございます。おはようございます。ここは三河安城市です。愛知県です。もう出発できます。はい、出発。カズマ隊長、最終チェックを。怠らず、もう30分以上同じ行動しています。これは幻覚症状に起こる人がなる特徴です。30分されてましたけど同じこと、大丈夫ですか？不安で不安で仕方ない。何改めましておはようございます。おはようございます。国道1号線の旅2日目です。ただいまの時刻は9時19分ということで、はい、愛知県の三河安城にいます。絶望的状況です。嘘、マジ？はい。え、これ絶望的なん？うん、残り335キロです。爽やかが待ってるよ。とりあえず走り切ります。トップバッターはカズマさんの運転で、はい、よろしくお願いします。気合だけはある。よし、今日も一日頑張ろうか。まずイチゴ。うるさいうるさい、全部うるさいで。朝からめっちゃ喋り出すやん。イスラより喋るやん。喋るの。ファ？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 元気だな。テンテレリンティンティンテリ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 左行ったら1号線です。帰ってきた。あ、帰ってきた。左ない。左右混んでますね。うん、右は名古屋方面です。あ、そうな。左は静岡方面です。ほんま？はい。え、こっちじゃん。ミスった。え、ちょっと待って待って待って、何？右が静岡方面、左が名古屋方面や。え、そうやろ。書いてある、ここに。いや、だいたいわかるやん。だいたいわかるやん。こっちではないの、道がいる。だってこっちから来たと思わへん。昨日ちょっともう疲れすぎててわからへんかった。はい、カズマさん、早速ミスです。朝からここが混むんだよ、カズマくん。ずっと混んでるんやろ、共同生。うん、当たり前じゃん、ずっと混むに決まってるじゃん。ちょうど10時。おお。岡崎通過。岡崎、浜松までまだまだやな。なあ、いつも見てたあの海沿いがまだ出てこわへんもん。あれが始まって、うん、あ、いよいよ今の静岡やなが始まんねえ。海が見えてから、もうそこまでもたどり着いてないということでですね、心が折れそうなんですが、最近高速道路っていうものがあるらしい。もしかして知らんかったん？割と最近でもないけど。あるみたいやけど。あるみたいやねんけど、うん、それ使ったらめっちゃ早いらしいけど、うん、どうする？もう意味わからんくなるやん、それしたら。うわぁ、マクドナルドや。えぇ、ー、やったー。ちょうど30分。ちょうど30分。まだ朝マックいけるのか。あ、朝マックのメニューって頼めますか？朝マック今半分終わりました。もうちょっとで曲がるところが出てくると思うんですけど。うん、ここかな。あ、そこか。ここでターニングポイント出てくるのか。ここでターニングポイント。はい。静岡浜松方面が左です。なるほど。こうですね。こうです。
11時や。結局お昼ご飯の時間や。どうしよう。今爽やかハンバーグを食べるか浜松餃子を食べるかの二択選択やねん。わあ、いつもハンバーグやからな。え、けどハンバーグうまいで。静岡県に入りました。やっと。ただいまの時刻が11時17分ということで。なるほど。ここな、見覚えあるな。ここは見覚えあるよ。こっから海が見えてくんねん。絶対。なるほど。海ちゃう？ほら。いやー。海です。前のトラックで全然見えないです。11時半っすよ。もうまだ11時半よ。確かにまだ始まったばっかり。あと24時間まで4時間しかない。ほぼあれ4時間しかないやな。4時間しかないな。ちょっと一旦ハンバーグ食べて会議しようか。何の会議するの？もう行くしかないやろ。ということで、爽やかリサーチをしてたところですね。爽やかが結構あるんですけど、今この道ね、この道をずっとこうまっすぐ1号線をまっすぐ行ってるんですけど、ここで大きく分岐点がこうなってんねんな。なるほど。で、これどっちに行くかによって、こっちの爽やかに行くのか、こっちをまっすぐ行って、でちょっとそれたこっちの爽やかに行く中で変わってくる。命のターニングポイントや。まっすぐ走ってるのが1号線なんですけど、うん、この信号を左に行くと爽やかがあると、うん、泉さんがおっしゃっております。それを食べてすぐに1号線に戻ろうか。はい。うわー、お腹すいた時の爽やかのハンバーグが一番危険やね。食べ過ぎてまうからな。暴走してしまうけど、もうハンバーグは3つあかんって決まったから名前。そうやね。そう、まだ足りひんなくらいがいいって言ってたから。1人1セットまで。そう。え、全然よ。え、全然なこれ。いや、待ってはないよ多分。着きました。ハンバーグこれだよ。これやで多分。米めっちゃいくやん。うん、で、本日は大盛りパンも頼みました。これも食べます。タイストパン。すげえ。ということで、はい、爽やかを食べ終わって今浜松にいるんですけど、うん、ここでですね、重大なお知らせがございます。どうしたの？24時間で国道1号線走破の旅だったんですけど、うん、24時間以内にはとても間に合いそうにはありません。え、分かりきってたけど昨日から。ここからは1号線走破の旅、時間制限なしとさせていただきます。はい、全然問題ないです。申し訳ありません。企画の至らなさを痛感してます。うん、24時間後どこにいるのかっていうのじゃないんよ。走破の旅です。進もう。もう終わって時間がもったいない、はい、やばスパルタ。もう今日の夜には東京ディズニーランドに泊まっとかないとあかんから。1号線です。左に曲がったら。ほんまに左で合ってるんですか？これはさすがに左で合ってる。よかった。カー君の方向音痴が最近ほんまにヤバくてな。泉さん難儀してるんですよ。方向音痴ではない。いや、めちゃくちゃ方向音痴やで。方向音痴っていうか、一回行った道ほんまに覚えへんよな。もう怖いもん。何が怖いかって、自分の住んでる地域の道すらもう覚えてない。家帰られへんね、ほんまに。そんなんしてたら徘徊すんね。やかんって。変な人やって。電話して助けてもらうね。あかん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 。多分あれが分からへんねやろ、今自分はどの位置に立ってどっち側なのかっていう。どっち方向に向いてるかがよく分からへん。だけどそれ分からへんかったら多分方向音痴っていうな、そういう人のこと。ああ、コンパスないんや。心のコンパス。心のコンパス壊れたわ。いつは心のコンパスがまだ生きてるから正常に動くけど、カー君の心のコンパスはもうあかんみたいやな。
年とともに劣化していってる劣化していってる。変えたろっか変えたろっか。どうやって？心のコンパス。どうやって変えるの？誓いのキス。ただいまの時刻が12時55分ということで、静岡まで残り66キロぐらいだかな。結構あります。本日はスタートしてからずっと走り続けているカズマさんですが、体力の方はどうでしょうか？体力はまあ4分目ってところですかね。100分のうち10分のうちですか。あ、100分のやと思った。いやー、なんかな、ほんまに大道路やからな、前回の9号線とほんま全然違うな。疲れ方が違うよな。ずっと前に車がおんねんな。うん、一服しようか。体調のポテンシュ出たらおかしなって。1時間後でもいい？言い訳ねえよ。え、言い訳ない。もうちょっと進もう。さっき爽やかで削減されてんねん。もうちょっと進もうな。するわ。あか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 。せめてコンビニ出てきてコーヒータイムとか。ああ、いいな。いいやろっていうタイミングにしよう。分かったということで、ただいまの時刻が14時2分ということで、静岡市に入りました。あと半分か。あと東京まで200キロぐらい。いや、半分やろ。あ、もうまだまだだよ、カズマくん。まだまだやん。まだ半分以上ある、むしろ。あー、もうどうした？休憩するって言ってるやんか。いや、めっちゃ綺麗に富士山見えるやん。富士山見えるやん。すげー綺麗。ということで、めちゃくちゃ綺麗に富士山が見えています。まあ、この道路でこんな富士山綺麗に見えたの初めてちゃう。ああ、すごい。さよなら富士山。ああ、もう見られへんわ。見えた、また富士山。こんにちは、富士山。ああ、すごい。1号線走ってて唯一すごい道路かもしれん、これが。綺麗な。うん、わあ、一瞬や。もう雪がかぶってる上には。さよなら富士山。14時41分、富士市入りました。道の駅。道の駅富士に寄りたいと思います。ゆうちゃん、この抹茶アイスでも食べようかな。はい、ということで、ただいまの時刻よそ行きの借りてきた猫みたいになってて。どうした？来た？きつい？東京までもうちょっとですね。ヤンヤンドーナツ食べます。ヤングドーナツな。うんうん。近っ。4時間？4時間。うん、近いやん。東京都まであと4時間です。何時着？6時ぐらい。19時22分。富士のカフェオレを買ってきました。富士のミルク使ってるみたいです。何を間違ったの？ホットを買ってしまったので、アイスちょっとください。あれ、兄さん。おいしいね。うまい。糖分入れてるね。じゃあ、うまい棒のたこ焼き味食べます。あ、たこ焼き味めっちゃ出る。たこ焼き味一番好きね。納豆やったらあげる。納豆は無理。納豆嫌い。たこ焼き味が。兄さん、東京待ってますよ。ディズニーが待ってる。1号線だけはもう二度とやりたくないかもしれん。出雲こんな大変やと思わへんかったなあ。うん、そうか。けど下道でさ、東京よく行ってた時って結局この道まっすぐなんじゃない？いや、なんか結局この道通らんかったりしてたと思う。あ、そうなん。こんなロードやってて。え、じゃあわざとすごい道通ってたの？そう、山道行ったりとか。やば。それもそれですごない？今回マジで立ち寄るとこなさすぎて全体映像一個もないんじゃん。歩きましたみたいな、歩きましたみたいな、観光しましたみたいな映像がね、一つもないんです。ひたすら運転してこの交差点の名前を言っていってるだけ。まあ2車線あるだけありがたいか。感覚がおかしいもんな。おかしなってくる、ほんまに。15時57分はい、はい、国道1号線小田原箱根方面ということで、うん、今からちょっと山道になりそうな予感がします。なるほど。箱根に行きます。箱根ですね。東京まであと
122キロ。122? うん。峠してます、今。うわぁ、こんな感じなの。久しぶりちゃう。久しぶりや。なんとか城まで。すっかり暗くなっちゃったよ。なぁ、真っ暗やな。また今日もつかへんかった、東京。やばぁ。じゃあこれ、ほんま3日かかってたらさすがにやばいよな。霧がすごい。めっちゃ霧や。寒いんちゃう？そうでもない。12。あ、そうでもないな。これは1号線なんですか？やと信じたい。あ、1号線やな、1って書いてる。左やな。え、左行っても右行っても1やねんけど。え、こっちや。こっちか。うん、1って書いてあったな。うん、高速乗ったら一瞬やったで。そうやな。ついでにやけど。なんかここまで来て高速乗る気も失せたよな。あれ？いや、けどこれ混んでないからいいわ。そうやな。うん。彼な、東京入ったぐらいがやばいんやろな、多分。箱根過ぎて、多分神奈川がやばい。神奈川やばいんかな、うん、Google マップを見る限りでは。マジ？良さげなところに来た。え、これあれじゃん、箱根じゃないの、これが。あ、ほんま、箱根神社って書いてあるな。こう、右に行ったら1号線です。なるほど。なんか、あれやな、1号線ってまっすぐ道ばっかじゃないんや。結構くねくねしてるな。結構くねくねしてるから、ほんま見落としそうやな、うん、ちょっとでも見てなかったら。そうやね。標識を気づけば24時間経ってますね。うわ、ほんまや。24時間経過しました。24時間27分です、今。時刻が16時48分です。5時や。もうちょっとサザエさんや。え、今日日曜日じゃないで。日曜日やったどういうことどういうこと。お腹の減り具合はどう？減ってない。運転してるだけでお腹いっぱいになってくるもん。すげえ。だからずっと運転してたらずっとお腹すかへん。エコやな。エコ。17時20分。はい。太平台温泉通過。ここ前行ったとこ？いや、ここ前行ってないとこ。なんか結構あるんやな。ということで、はい、ただいまの時刻が、17時28分ですね、はい。今現在地がこの辺りにいるんですけど、初の渋滞に巻き込まれました。うわー、マジか。ここまで来てか。進まんな。無理や、これはやばい。ほんまに心折れそうやねん。ほんで、これ抜けるのにだいたい16分ぐらいかかるみたいな感じで、これ抜けてからがもうやばい。あ、いや、全然関係ないけど、うん、ディズニーチケットが取られへんねん。ここまで来て、これディズニー行くためにまあ行ってるみたいなもんやねんけど。後悔、そうやった、うん、あれ？ディズニーチケットがでも取られへんねん。明日のディズニーチケットが取られへんねん。え、待って。そんなことある？そんなことある？しかも明日だけな。明日だけ。明日だけ取られへんねん。今日も取れるし、なんやったら次の次の日、普通に祝日やねんやか。うん。取れんねん。うん。全然。うん、全部取れんねん。うん。明日だけやねん、取られへんの。明日取られへんかったら、もう何のために今渋滞してるんか分からへんって。かっくん？1号線旅やったんじゃない今回。いや1号線旅制覇できたらのご褒美ディズニーみたいな感じじゃなかったん？いや、もう今となってはよう分からんよな、うん、あ、ほんまにこれめっちゃきついから、もう絶対あの良い子は真似したらあかんやつや。どうした？体調が珍しくめっちゃ弱音を吐いてる今日、うん、頑張ってくれてるからや、ここまで。これはほんまにめちゃんこきつい。めちゃんこきついな。箱根、ここやな、ここやな、来たとこ。箱根湯本駅です。ここで車止めて歩いたんや、ちょっと前。そうや、ここが混んでるんや。っていうことは、それか、ただ混んでる。つかないよ。マジつかへんな。
大丈夫かな。もう無理だよ、東京駅までなんかもう大丈夫だよ。え、まっとまだやん。それでもうちょ、あかんって。カー君がもうカー君じゃなくなってる。飯塚知ってる、カー君じゃなくなってる。人を変えてしまうんや、この1号線は。伊豆は取れないチケットを必死にもう 2,3 時間やってんで。やば、 2,3 時間やっても取れへんねんな。もう取れへんねん。18時15分はい、平塚駅通過。もうダメだよ、東京見えてきたんだけど。いや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 、まだ横浜が。え、今ボーンってお祭りの音なったで。せやん、ほんま。もうコールは目の前や。ただいまの時刻が19時12分、うん、どここれ住んでないでさっき撮ってから。この前のところが渋滞してたんですよ、1号線です。東京に着きそうにないです。もう心もメンタルも心も限界です。19時やで、もうどうしようもないから今セブンイレブンで休憩してるんですけど、うん、どうしようもないから、うん、頭かきすぎてちょっとハゲてる多分。何かが失われていってる気がする。うん、何か大事なものが、うん、今ちらっと看板見えたんですけど、東京まで45キロらしいです。45キロもあるん、うん、すごっ。すごいんだけど、ほんまに何も寄ってなくてこんな感じになんねんな。そう、頑張れ。誰も応援してくれへんから。反町、反町っつうか、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブの季節やな。もうそうだ。ちなみにただいまの時刻19時37分です。19時37分、今ちょうど横浜ぐらいですね。あ、ここが横浜。うん、東京着いたら何する。とりあえず東京タワーの前で記念撮影するやろ。で、あとはディズニーの抽選をひたすらやりつつ。いや、もうやめよ。ついでに泉さん5時間経過したもん。ディズニーの抽選やり続けて。やば、無理や。ただいまの時刻は19時57分、うん、川崎市を通過して、あ、なんか見えてきた。東京都に入りました。大田区や。大田区です。分からんどこか。うん、全然分からんけど、とりあえず東京には入りました。うわー、遠かった。とりあえずホテルを予約しないで。え、日本橋見えたで今。そうや、日本橋やろ、ゴール。うん、17キロって出てた。ま、看板に。ま、うん、17分や、100キロで行ったら。この標識に載ってある通りですね、日本橋13キロ出てきましたね。20時8分でございます。うわ、マジで今までで一番きついかも。きついな、これは。うん、これは一番きつかった。あの、寄りたいと思えるところがまずないねんな。寄り道ができひんねんな、まず。そう、なんか短かったようで長かったって言いたいねんけど、うん、長さが勝ってるわ。長さが勝ってるな、今回ばっかりは。日本橋まであと8キロです。あと8キロか。うわ、イルミネーションや。イルミネーション、カーク、イルミネーションだよ。そこ、ここは何でしょう。見た見た、左やんな。うん、明治学院大、明治大学ですね、いわゆる。うわ、明大か。泉はほど遠い。そこは大きく言わんでいいね。あー、泉さん6時間経過や。何が。ディズニーチケット、やば、まだやってるんだよ。ほんまにやめえや、もうあかんって。諦められへん、やっぱり。だってもうポップコーンバケツもミッキーの被り物も持ってきてね、もう家から。だから諦めって。嫌だ、チェーンソーマンのポチタや。やばい、まさかの東京タワーや。東京タワーや。おお、東京タワーです。すごい
な、いろんな顔を見せてくれるな東京。なあ、うん、今回の1号線なかなかやで。うわ、こんな近くで東京タワー見れると思わへんかった。なあ、うん、登りたい。1号線ちょっと斜めってなってんで、ね、大丈夫、ほらこれね、虎の門です。虎の門書いてます、虎の門っていうところなの、ここ交差点の名前が。超車両右って書いてあったな。右って書いてある。ここ右に曲がるんですけど、これ目の前がですね、うん、皇居です。もう着くと思います。左に曲がります。坂の綺麗、うわ、めっちゃ綺麗。こっち、こう、しばらくまっすぐ、やっと東京や。それで終わりや。右側が東京駅って書いてる。はい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 、はい、もう終わる。運命のターニングポイントや。運命ではない、これは命のターニングポイントと言える。なんかここに来てめっちゃ元気になってきた。明日はディズニー行かれへんけど、もう終わりや。全プランがグダグダや。いや、けどちゃんと来れたで。そうやな、またがんと日にち、うん、こまたいでたらあかんかったやろ。さあ、この後東京で何して遊ぶかな。な、2日間来たデニムとパーカーで歩いちゃおうかな、東京の街を。この2日間、汗水垂らした服で東京のオシャンなとこでディナーなんか食べちゃおうかな。あ、こっちね、1号線。はい、大手町を右に曲がります。はいはい、来ましたよ。1号線見えてますね、はい、左に。1号線見えてますね、うん、これまだ1号線。うわ、すっごいギラギラや。ギラッギラしてもギラッギラが止まらへんって言うてます。間違えてなかった。え、間違えてないよな、うん、え、これどこがゴールなの。多分、もうほんま曲がってすぐのところ。え、嘘、うん、ついに？ついに、日本橋です。日本橋ね。日本橋、うん、来るんじゃない？来る、あ、あの橋や。あの橋が最後？あの橋が最後。あー、来るんじゃん。来る、これや、この橋や。本当？日本橋最後の、最後の1号線通過。時刻が20時43分、日本橋を通過しました。やったー、ありがとうございました。日本橋着きました。着きました。本当に長かった。本当に長かったな。本当に長かった。お疲れ様です。お疲れ様です。おー、手汗がもうすごいっすね、兄さん。そうやろうな。手汗握る戦いやったな。あれ、終わりか、もう。それで、ここからどうするか。終わりってあっけないな。終わった。またしてもね。はい。終わりも変なコインパーキングなんですけど。うん、もう仕方ないよな。止められへんからな。止められへんかった。うん、ということで、無事1号線を走り切りました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、かなり厳しい戦いだったんじゃないでしょうか。確かに。そしてですね、あと1分未満でディズニーのこの抽選の結果がわかる。まもなく順番になります。来てない、来た、あ、あかんわ、赤文字やということでね。ということで、ディズニーランドには明日は行きません。うん、ああ、終わった。とりあえず今日はゆっくりして、はい、東京の街でも遊びに行きますか、兄さん。行くぞ。あ、まへんぞ。ちょ、さっきと思ってロックしてんでたやん。東京の街は怖いっすね。そんな治安悪くないやろ。